釣れるじゃん。はい、皆さんこんにちは。ご視聴ありがとうございます。今回はですね、フィッシングユーさんのサーフルアーですね、サーフでの使うルアーの福袋を購入してきました。価格は5,500円、税込み5,500円になります。レジのところですね、ここに貼ってあるですね、そのサーフナットかとか、このあるんですが、その日目がですね、取られちゃってしまいますので、毎年そうですね、去年も購入したんですが、ここになんとかっていう、いろいろ書いてあるんですけど、全部取られてまして、うん、で、まあ、こんな感じでなっております。それではですね、一回、これからですね、開封していきたいと思います。ただね、何が入ってるかわからないので、2024年ですね。23年は去年の動画出しておりますので、去年のね、福袋動画、開封動画をご覧ください。ではですね、一つ目をいきまーす。一つ目。あれ？なんかこれ、一緒になってるの？なんか、あれ？同じ袋に入ってますね。じゃあ、バーッと出しますね。バッと。同じ袋に入ってたんですね。一つ一つじゃないですね。じゃあ、これで一回ちょっと、こちらからね、出して、1個目ずつ。ああ、そういうことね。はいはい。じゃあですね、全部出していきますね。はい。じゃあ、最初、上の方から出します。最初は、はい。はい、ビーチウォーカーハウルです。しかもですね、グラブですね。グラブ。はい、この定番中の定番。これはサーフのヒラメ狙いにおいてはですね、もう鉄板中の鉄板です。で、グラム数は21グラムとなります。これはですね、ツレギスというものです。グラブの色は、どういうあれなのかな、これは。グラブの色は書いてないかな。これグローだったらいいんですけどね。ちょっとよくわかんない。グローですね。グローになりますね。夕間爪、朝間爪とか。ね。さあ、次。2個目いきます。はい。メタルガレージさん、リオさん。こちらですも、本当に定番中の定番でですね。こちらも、ブレードジグ。青物ヒラメシーバス用ですね。めっちゃ飛びって書いてあります。で、これ僕の好きな色ですね。こういうキャンディータイプの色もいい、大好きです。30グラム。まあ、こちらの色、こういう色ですとね、まあ、シチュエーションを問わずですね、オールマイティーに、まあ、魚に、アピールできるのかなと思います。なので、濁りだとか、あと、住んでる時だとか、そういう、まずめ時とか、まあ、そういうの問わずですね、色が混じっておりますので、まあ、色を見分けるね、と言われて、比較的ね、見分けると言われているヒラメちゃん。ヒラメちゃんは目がいいので、目で追う魚だというふうにね、まあ、一般的に言われてますよね。なので、まあ、カラーはですね、比較的、まあ、他の魚はさておきですね、ヒラメちゃんはですね、カラーは、結構重要じゃないかっていうふうに、自分は思ってますけども、まあ、人それぞれですね、考え方もありますので、僕はですね、ちょっとヒラメちゃんに限っては、目で追う魚ってことを聞いてますので、カラーはね、大事かなと思います。さあ、その次、3番目、釣れるんです。リアクションバイク、マゴチ職人、ヒラメ職人、マゴチ、青物、ゲドウだって何でも釣れちゃう、リアクションバイク。これ、メガバスさんとかで出てる、まあ、ブレードジグやなんかによく似てますね。うん。これ、どこのメーカーですかね。ワンナックさん。ワンナックさん、皆さん聞いたことありますかね。
僕は初めてですけど、うん、なかなか凝った作りになってます。ここのリアのですね、お腹のところ 25g フィンがついてるんですね。これなかなかなんかいい飛行姿勢がいいような感じの、泳ぐときにもね、こういうフィンっていうのがね、まあ、いろんなところについてたりするもんですけども、あるとないとではね、全然違って、ブレード軸のところ、ここ、皆さん、K村の、ステッカーなのかな、これ。ステッカーを貼ってあるような感じですね。うん。K村のですね、ただ単にブレードじゃなくて、こういう、ブレードっていうのは本当ね、いいんですよね。うん。リアクションバイト、その名も通り、たたまき、リフトホール、ジャークと、あらゆるロープワークでキラリと輝くブレードにって書いてあります。なので、このブレードが肝なのかなって感じですね。シングルフック2つ。もしかかったら取れにくいですね。割れにくい感じですね。これちょっと一回、これでなんか釣ってみたいなと思います。はい。はい、ありがとうございます。さあ、次は4つ目。はい。サイレントアサシンです。もうこれ入ってるだけでもね、嬉しいなぁと思います。はい。ですね、フローティング。あ、なかなかね、フローティングってね、買わないんですよね。やっぱりサーフは結構こう、波があったりして、まあ、波でね、もう、右や左に流されちゃうので、あんまり軽いルアーはね、あまり投げないんですよね。こちらはフローティング。なのでね、シンキングは結構買ってるんですよね。使う機会が多いので。で、フローティングはですね、なかなかこう買ってないっていうのもあって、持ってないんですよね。なので、140ミリって言うと結構大きいですよね。うん、これは助かりますね。うん、こういうので袋が入ってるとね、袋に入ってると結構使ったりしますからね。この鱗がすごいですね。これ、氷鱗って書いてありますけど、このイワシを模してるんですかね、これ。氷鱗イワシって書いてありますね。23g の 140mm のサイレントアサシンでした。もうこのルアーそのものはもう説明不要ですよね。すごく、実績があるので、人気ルアーの一つとなります。さあ、その5つ目。ビーチウォーカーです。これもですね、ヒラメに特化した、ですね、これは何だろう。ん？アクシオン。あ、アクシオンね。はい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 。アクシオンっていうのありましたね、そういえばね。26g95S。これ嬉しいのが、UV とグローって書いてありますよね。なので、日中紫外線を浴びた時の効果と、それから、暗い時のね、発光するグローの効果と2種類あるので、これは昼夜問わず、潮のね、関係なくですね、潮目を関係なく、通してこれるということですね。ああ、そういうことね。はいはい。アクシオンのライトってことですね。ノーマルのアクシオンはもうちょっと重たいということですかね。フック4番ついてます。4番ついてるといいですね。結構ね、大型のね、座布団とかかけた時にね、この4番ぐらいあった方が、安心といえば安心なんですよね。アクシオンライト。これもね、ヘビーシンキングミノーだと思います、これは。新編のね、部類に入るのかなと。リップ付きですけど、新編のね、部類に入ると思います。シャローエリアで扱いやすい。あ、これは遠州灘の遠浅サーフではですね、もう使いどころが多いですね。こちらでね、一回釣ってみたいなと思いますね。さあ、6個目。はい。ファントゥールさんですね。これはもう普通のジグミーノですね。これはもう根がかりの多いところでもね、いいですし、これ青物を直撃できるんじゃないかな、こういう感じだと。
後方重心ではないので、飛距離とかっていうのはちょっとあまり、ね、望めないですが、動きがですね、いいですね。うん、ジャークとか、ゴブリングアクションというの、泳ぎますね、これ。泳ぐるも、る、あの、るの、あ、ミノーですね、これね。こうやって泳ぐんですね。泳ぐ。こういう風な感じで。こういうアクションができます。はい。これはですね、青物を、まあ、主にですね。まあ、泳ぐので、ヒラメとかマゴチとかでも、全然、シーバスとかでも全然対象魚になります。30g、ちょうどいい感じですね。一番、使いどころのある、使う機会の多いグラム数です。さあ、7つ目ですね。はい。こちらは、シンキングペンシルですね。ジェットサーディーンっていう名前ですね。はい。ウェイトが 28g。サイズが 95mm。抜群の飛距離とナチュラルの動きでスタンダーが擦れたターゲットを攻略。メタルジグ並みのウェイト 28g、空気抵抗の少ないリップレス形状が圧倒的な飛距離をマークします。ただ巻きでのナチュラルな動きは、ジグやミノに反応しなくなった擦れた青物にも強烈にアピールします。青物だけでなく、もちろんシーバスやヒラスズキサーフでのヒラミやマゴチにも効果的です。グリーンゴールド。グリーンゴールド、この色はですね、もう大人気の色ですね。結構ですね、関東よりも北側で、この色が結構流行ってるらしいんですよね。グリーンゴールドですね。こちらの方ですね。これ、イワシの感じですね。あと、ケイムラのね、フォローが、両面ですね。両側に施されてますね。こちらもですね、いいですね。これね、なんとね、これ、スナップアイのところに、スプリットリングがついてるんですよね。なので、このまま、あれ、スナップをね、忘れちゃったって人、やなんかは、ここに直接つなげるので、こういう仕様もですね、まあ、あってもいいのかなって気はします。ほぼほぼ今ね、スプリットリングがついてないのが多いですけども、スナップをね、皆さん使われてるので、まあ、そういったね、ルアーになっております。はい。さあ、最後ですね。最後です。僕の一番、ちょっと、好きな部類ですね。部類のメーカーさんから、これをお年玉プレゼントですね。はい。バースデーさんです。もうバースデーさん僕大好きなんですよね。しかもですね、フローティングミノーですよ。これですね、サイレントアサシンでね、こちらのものとですね、ほぼね、形そのものがね、似てる感じですね。なので、まあ、感触的には同じようなもんだと思うんですが、もう、このね、お買い得な部分ももちろんあるんですが、このバースデーさんはね、本当にね、ルアーをね、研究されてます。いい魚をね、連れてきてくれます。さあ、F の工場、効能ですね。フローティング、ヒットに導くための弱いフローティング設定って書いてある。浮力を弱くし、水の馴染みが良く、少々の波に流れに翻弄されることなく、コントロールが可能。これってすごく大事なことなんですよね。例えば、フローティングミーノーであっても、本当にね、こう、なんていうのね、こう、泳ぎ切らないっていうか、全く泳がないフローティングミーノーも多いんですよね。なので、そのあたりを、まあ、改善して、まあ、チューニングでね、なんとか、こう、泳ぐようになっているという、急な、遠州灘だとかの、まあ、特有のですね、遠浅サーフですね。まあ、時折ね、深いところもあるんですが、
まあ、ほぼほぼね、遠浅なので、もう100メーター以内のところ、岸から100メーター以内のところに、ブレイクが3つほどこう、筋になってるような、そういうサーフなんですよね。うん、なんで、こういうルアーはですね、本当演習ならでは、一回ね、使っておいた方がいいルアーになりますね。浅場でのスローな釣りに有効。で、結構ですね、ミノータイプっていうのは、そこそこのスピードを出す、スピードで巻いてこないと泳がないんですよね。皆さん、ね、ちなみに、自分のお持ちのね、ルアー、フローティングミノーとかを、サーフとかで流れの強いところで一回泳がしてみようと思って、やられてみるとわかるんですが、結構早巻きしないとね、ちゃんと泳いでくれなかったりするんですよね。あと横からこう波がバーッとザーッとかかった時にもうくちゃくちゃになっちゃってね、うん、全然ルアーとしてのね動きが全く演出できないっていうか、そういうことがね多かったりするので、もうチューニングがね、そのあたりはちゃんとできているということですかね。そうね、こちらの商品は124ですが、140っていうタイプもね、あるみたいですね。サイレントアサシンは140でしたので、それのまあサイズ違いみたいな形の使いどころってことですかね。22.6g になります。フックは5番、スプリットリングは3番ですね。はい、からパープルピンクバック、これも色はいいですね。いい色なんですよね。これね、ヒラメにとってみてはね、こうヒラメも結構ピンクで結構釣れてる実績僕あるので、これいいかなと思います。はい、さあこれで終わりになりました。こちらがね入ってました。さあ皆さんいかがでしたでしょうか。2024年度2024年度の フィッシングユーさんのサーフヒラメ、サーフルアーですね。サーフルアーの演習灘バージョンですね。この税込み5500円の福袋の内容でした。いかがでしたでしょうか。それではですね、今回はこのあたりで失礼いたします。まだですね、今年の福袋の動画、いくつかね、上げさせていただきますので、ぜひ、その時はですね、ご覧になってください。どうもご視聴ありがとうございました。また、チャンネル登録もよろしくお願いします。それでは、失礼いたします。バイバーイ。